今日は DJ だけど何か質問あるという投稿に来たリプライに返事をしたいと思います。はじめに断っておきますが、技術の話は一切しませんよ。というわけでいきましょう。 DJ を始めたきっかけは、本格的に DJ を始めた理由はベスタックスの VCI300 っていう機材を僕の友人が探してきてくれてプレゼントしてくれたことがきっかけですね。その時から僕はみんなが楽しめる空間を作る DJ になるぞって決心しましたね。あなたのようないい DJ になるには、あ、もうそう言ってもらえて本当に光栄です。ありがとうございます。でもね、どれほど自分自身に自信があったとしてもいい DJ かどうかを決めるのは他人なんですよ。それは競争で成り立つものじゃないんです。皆さんが価値を感じてくれたからステージに僕は立たせていただいてるんです。この場を借りてこれまでブッキングしてくださった皆様に改めてお礼を言わせてください。いつも機会をくださり本当にありがとうございます。いい DJ ミックスやパフォーマンスとは、きちんと寝てきちんとご飯を食べて元気な気持ちでステージに立つことをお勧めしますよ。もしかしたら君が DJ だった時、バースデーだから祝ってあげる選曲をしてってオーダーをされるかもしれませんね。シャンパンの蓋が次々と開けられる中、その時に悲しい顔でバースデーソングを聴かせてしまったら、その場にいるお客さんの大切な一生の記憶を台無しにしてしまうんです。舞台は神聖な場所であると言われている昔からの言い伝えは 100% 真実です。余談ですが、ウェディング業界でシャンパンの泡は途切れることのない幸せという意味もあると言われています。業界によって思想は異なりますが、それを支える一部になるということが舞台に立つということでもあります。まあ、つまりですね、これが最初のステップだと言っても過言ではないのです。というわけで今日は3つ答えました。ではでは。